どうもこんにちは、タムジョーと申します。よろしくお願いします。それではやっていきましょう。本日はですね、僕が、学生の時に、僕の大学と駒沢大学さんで合同練習をした時にね、かの有名な、ね、大八木監督ですよ。ね、大八木監督、男だろうで有名な、あの、大八木監督の劇をね、聞くことができました。なので、そのね、モノマネを今からしていきたいと思います。じゃあ、一つ目、距離走中の、大八木監督の一言。じゃあ、マネージャー。はい。じゃあね、今から距離走を行います。じゃあね、皆さん、3分30秒ペースでいきますけれども、じゃあ、先頭は誰にしますかね、監督。じゃあね、先頭じゃ、片西行こうか。片西じゃあ、お前先頭行け、お前先頭な。はい、じゃあ、ごめんなさい。では、3分30秒ペース、距離走行きます。よーい、スタート。さあ、始まった。いや、駒沢の合宿がどんな感じなんだろうな。楽しいな。さあ、まもなく 1km 通過、1km。3分29秒、3分29。で、監督。片西、ちょっと早いぞ、ペース落とせ、ちょっと早い、ペース落とせ。1秒で1秒で、1秒にもこだわる、大八木監督、素晴らしい。で、その後、僕の大学の先輩が、ね、先頭を引っ張った時の大八木監督の一声。じゃあ、帝京さんね、前、先輩、先頭行きましょう、先頭ね。はい、帝京さん、じゃあ、まもなくこの 1km の通過、3分18秒、やばいよ。3分 18? やばい、これ絶対雷落ちるだろ。3分18はやばいって。大八木監督。徐々に落としていこうか。いいからね、徐々に落としていこう。優しい優しい他校には優しいね、大八木監督。いや、もうそこも素晴らしいとこなんですよね。なんですけれども、次の日、ね、黒缶練習で、僕だけ、その黒缶練習で離れてしまった時の大八木監督の一声。あ、やばい離れてしまった、やべえどうしよう、これマジでやべえぞ。大八木監督。おい、お前何やっとんだ、お前しっかり扱うんかよなぁ。他校にも厳しい。俺には厳しかった。俺には厳しかったけど、劇聞けたーって嬉しい。あ、嬉しいのかきついのかわかんない。あ、でもよかったよかった。その次の日、僕の大学の先輩が坂道を登っている時に、離れそうになった時の大八木監督の一声。先輩頑張ってください、先輩もうず頑張ってください、もうラストっすよ。先輩頑張ってください、先輩頑張ってください。大八木監督、車から窓開けてね、窓開けて、うぃー、お前何やっとんじゃん、帰らすぞ。お前やべ、帰らされる、引かれる、やべということで、大八木監督のモノマネ集でした。皆さん見てくれてありがとう、次回もよろしく、バイビー。うわぁ来てる来てる来てる、やばい来てる来てる、やばい。皆さん見てくれてありがとう、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。